さて本日もザ・ダーケスト・テイルズ続きプレイしていこうかと思います。もしよろしければお付き合いください。さてね、先日より始めましたね、ダーケスト・テイルズですけどね、ザ・ダーケスト・テイルズ。一応ね、主人公このねテディベアねのテディかなが、まあ、主人のアリシアのね夢の世界で、まあ、ドリームデーモンを倒しに行くっていう、まあ、冒険のお話なんだよね。まあ、主人公テディはね、どうも、主人アリシアにおもちゃ箱に閉じ込められてちょっと怒ってたんだけどね。でも、まあ、助けに行くかってことでね。もう、とりあえず、まあ、助けたろうみたいな感じで夢の世界に入ってたんだよね。で、なんか、お供のね、お供の、まあ、妖精と一緒にね、助けに行く感じかな。でね、まあ一応夢の世界なんでね、ちょこちょことこう、アリシャの夢っていうか、アリシャの夢の世界なんだけど、おどんな夢見てんだよ。ドリームデーモンが夢を蝕んでるんだよね。なんだこりゃ。I love the way you slaughter those revolting wolves. I delight in the hatred. 狼たちを殺しまくって胸がスカッとしたわって言ってる。A reflection of my own loathing. What incarnation is this monster? Did you kill it? All on your own? 君が殺したのか。He's the king of the wolves. It wasn't easy to take him out, but seeing you fight got me so excited. So I wanted to surprise you. With a giant corpse. How thoughtful. No, my dear. Surprise は別になるの？なんだ？ Help! Help! This bear killed the king of the wolves. Here's your surprise.A fight that will drench the entire forest in blood. この赤いマントの、あ、狼と赤ずきんか。狼で、やばい、ちょっと来てる。まずい。あ、くそ。ちょっとどんどん来んな。ちょっと回復しといて。まだ来る。来ないな。あれ？あ、2体だけ？違うか。で、今気づいたけど、あの赤いマント、あの赤ずきんちゃんだよ多分ね、これね、子供の夢の中だから、その動画とかね、狼と赤ずきんで、しかもおばあちゃんの家にって言ってたから、完全に赤ずきんちゃんのお話。だよね。あ、なんかある。あれ、どうやって行くんだ。絶対届かんね、これね。あとあと二段ジャンプとかも覚えることあるかな、多分。上から行ける？あ、行けそう。行けないな、これ、どう考えても。あ、まずい。一応結構攻撃すればひるんでくれるんだね。オレンジ色の光どこまで行くのかな。結構なちゃんと最後まで来てくれるんだね。現状ここも多分あとあといろんなスキルがあったから、それでね多分二段ジャンプとかそういうのが多分取れるパターンかなと思う。今見たもんだと考えても、あ、そう忘れちゃった。回復しといて。結構あのマナだったっけ、回復しやすいね。こっち側から回っていける。おいよ、来ないか。あ、壊せないな。どうすんだ。オッケー、壊せないね。爆弾とかそういうのもあるのかな。A を長押ししてもっと高くジャンプしよう。こういうことね。OK。これ鳥。よし。
こう行って、こっち側、あ、やっぱ狼もいるけど、来た。回復しといて。下なんかあった？ないよな。あ、ここ。なんもねえわ。あの赤ずきんが結構もうサイコパスだよね、完全に。狼殺しまくって。あ、くそ。あ、でも、あ、魔力かな。このマナもガンガン回復するから、回復も結構ガンガン使いますね。こいつは多分後ろに回り込んで。よし。くそ。ちょっと、倒して。で、左上の経験値が敵倒せばアップするんで、敵は倒していくのでレベルアップしていく感じかな。ここ、こう行って。落ちちゃいけないパターンかな。おっ、あ、やべえ、あ、いけんじゃん。待って、ちょっと、あ、このツタが出た時は多分全部の敵を倒せば、あ、水の中は一応オッケー。あ、レベルアップで出てる。水の中いけるパターンかな。あ、やべえ、水の中ダメだわ。全然水の中ダメでした。で、HP アップ。結構回復できるから、HP よりかもう、ダメージアップいっちゃおう。脳筋、脳筋。また、次の強化見てみようか。攻撃速度をさらに、待って、まだ攻撃速度上がんの。お、ちょっとだけやったら水の中に落ちても大丈夫っぽいね。あ、ヒトトラベルポイント。来たー、トラベルポイントですね、ここ。あ、別、あ、うわ、なんだ、すごい死に方してくる。何があった？変な感じで急ごう。いや、ドールハウス、うわ、え、これ、あ、赤ずき、ここまで生き延びるなんて。これドールハウスだよね。アリシャのかな。胸の炎が熱く燃えるわ。あ、ちょっと待って、今熱く燃えてるのは森のようね。What are you ranting on about? 森が燃えてる。You have been excellent bait. Thank you for luring all the wolves in the forest. 最高の餌になったわ。狼たちを一匹取らずこの森におびき寄せてくれて。後ろ燃えてる。まずない。あとは砂に隠れている数匹を駆除するだけよ。すぐにでもこの汚らしい種を根絶させて。サイコ、サイコだね、本当に。やばいな。やばい。ちょっと待って、これ。リョウはエグい。ちょっと待って。あ、勝手に、あ、ちょっと。めちゃちゃだな。あれ、あー、これは上に行けるか。横にも行けるね。下にも行ける。上と下どっちかで行き、上に何かある。あ、中間線がある。オッケー。これは
ほっほっ、よし、で回復しといて、まあ、足りないか、まあ、隅々までマップ行ってみたくなるね。こっち行ってみようか。下は何があるんだ。あ、なんかあそこない。あそこ通路あるね。これ無理だね、現状ね。現状これ無理なんで、こっちはいけないパターンだね。え、やべやべやべ、バカバカ、え、HP がない。一回死んでリスポーンした方がよくないかな。そういうのあり、多分ここでリスポーンできるよね。ここでリスポーンパターンがいい気がするけどな。ここ下いける？いけなかったわ。普通に何もないわ。リスポーンで、ま、残機とかもないんだよね、現状ね。逆なんもないよね。残機とかもないんで、ま、一応リスポーンは無制限かなって感じだね。ま、そこら辺は結構親切設計。飛ぶ。オッケー。オッケー。カズキに最後敵になって現れそうだよね。絶対そうだよね。こう行って下に行くと、下に行けないか。こっちか。あ、水だ。これはふっ、あ、落ちた。あ、水中に落としても死ぬんだね。オッケーオッケー。これが、これ壁、あ、いけるわ。これってアリシアのベッドかい？面白いですね。Funny. We're in a little girl's nightmare, and we're about to go under her bed. そうだよね。I don't like this one. ベッドの下に落としてる気が済まない。You old coward. あ、よくベッドの下にはね、Let's leave the squabbles for お化けがいるみたいなね、あるよね。Bug.Right now, we need to stay alert. 行こうか。ここで、なんか、あ、これ壊せる、もしかして。さらに壊せないか。これ、あ、落ちてくるね。これは当たんないように。待った、くそ。回復しといて。レゴブロック。子供のやっぱ夢の中だから、そういったこうおもちゃもいっぱい出てくるのかな。ほっ、ほい、これまた落ちてくる。え、こっち側なんかないか。でそこにまたハリネズミがいて、これ後ろ側に、回り込んで、ここもなんかいけるね。ふっ、橋がある。うわお、いた。ちょっと待って、なんだこれ。レベルアップ、レベルアップ、レベルアップ。さあ、ちょっとここら辺も上げていこうか。 HP バーを追加。ヒール増加？あ、次のアンロックポイント。違う、これヒール増加だ。ヒールスピード速くなる。まあまあまあ。で、あ、HP が増えた。あ、1ゲージ増えたね。多分。増えた。あ、これ後々、これ水中もこれいけるパターンだね、多分ね。今いけないもんね、水中ね。
敵いるな。敵倒しまければね、一応レベルはアップしていきますからね。倒せば倒すほど一応経験値がさ少なくなったっていうのはある。あ、なんかあそこにあるわ。取りたいな。どんどんレベル上げていこう。オッケー。そこ、そこ下行けないよね。ここ行ける？行けた。行けたっけ？どうやって取るんだこれ。あ、敵を倒すパターンか。あ、いや、いた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 。多分これがスキルのやつだよね。いた。なんか回避とか欲しいな。現状攻撃とジャンプしかできないから、なんか二段ジャンプは多分赤とくるんだろうなと。あ、来た。バーサーク。装備。あ、最悪。どっから？わ、戻っちゃった。あ、ちょっと操作ミスっちゃったな。バーサークでもつけ、これか。HP は1の時に与えるダメージは増える。まあいいや。ちょっと待って。メインメニュー戻っちゃうもの間違っておっしゃったけどさ、確認みたいなぞ出てほしいよね。ちゃったな。これどっからだ。結構戻ったな。もしかして、あ、一応敵は倒した判定になってる。もしかして全然ちゃった。最悪。くそ、ちょっと間違ってメインメニュー戻っちゃったね。お、ここだったよね、さっき。あれ、どうだったっけ。ここはさっき行ったとこが違うね。くそ。あ、くそ。よしよし。オッケー。こっち行って。ここだったかさっき撃ったの。だね。こっち側行ける？いけそうだね。行けた。ああ、ここ抜けてきて、これだけね。オッケーオッケー。痛い。くそ。接触ダメージ痛いな。よし。ほい。ほら、経験値なれ。ちょっと敵倒していかないといけないの面倒かもしれないね。レベルアップが絶対必須なんで。よし、オッケー。で、下もいけるし、上もいける。これ、やっとこう。OK、よし。ここなんか登っていけそうだな。あー、ここは。おっ、あ、はい、あ、いや。無敵ダッシュ。え？あ、今無理か。無敵ダッシュ、これ結構重要そう。ちょっとこれ経験値欲しい。くそ。無敵ダッシュってことは多分その敵からダメージを受けずにダッシュができて回避できる攻撃っていうか移動方法じゃないかなと思うんだけど、違うか。あ、中間線ここだ。しかも装備メニュー来た。ダッシュしてる間は無敵。ダッシュしてる間、ダッシュ、こういうこと。え、くそ。ダッシュしてる間は無敵。多分後々しか
あとあと出したら全然減るパターンかな。多分だけど。あ、次のやつ見てない。多分だけど、後々ダッシュは手に入るパターンだと思うね。レベル上げ、ちょっと大事だな。引き倒していこう。あ、くそ。下何があるのかな。一応下まで見ていこうかな。ちょっと隅々までマップは見ていきたい派なんですよね。下水のとこに後々行けるようになるんじゃないかなと思うんだけど、こんなもんないか。今水潜れないんで、うわ、これ後々これ来るエリアだね。届かねえ、こっち届かない。これあ、多分ダッシュがどこ取り残したかな。もしかして取り込むじゃないよね。結構隅々まで見てるけどな。うわ、怖っ。ダッシュとかいう重要パークをさ、取りこぼすことってあると思う？いや、ない。絶対ない。大丈夫。最近たまたま手に入っただけで、後々多分戻ってくるのを前提だと思うんだけどな。下はなんだ？あ、上も。結構いろんなルートあるね。こっちはないかなかったわ。行きましょう。お、経験値を置くで、よし。痛い。これはこう、あ、痛い。いけ、あ、さっきのウィンズさんのパターンだこれね。あ、まずい。待って、ダメージ入りすぎ。あ、いて、やっぱダッシュで取り損なってないかな。ほい。あ、なんだ。これ3つ目のトラベルポイント。お。あ、待って、なんか。BGM 変わった。うわ、ボスくせえ。I knew that you wouldn't die that easily. あんたがそんな簡単に死なないでと思ったわ、だよね。Thanks for the vote of confidence. Not to mention the assassination attempt. I've got the room all ready for our final dance. ラストダンス用の部屋を準備してあるの。And I can't wait to paint it with your blood. It's an honor for my scissors to accept your invitation, my lady.Maybe I should have warned you about something. In the midst of blood, I get much stronger. シミドロが、シミ。あ、あ、ちょっと痛い。あ、オッケーオッケー、終わった。あ、往復、往復ね、往復で、往復で。まずい、タイミング、うわ、そう、あ、また変わってくる。あ、ちょっと、まずい。唐突なボス戦来たね。あ、外せない。やった。また赤ずきんやばいな。また、あ、いって、当たり判定やばい。空中パターンもあのね、動き回るパターン。オッケー、よしよし。空中攻撃しに行くパターンかな。あ、違う、ここだ。オッケー、かわす。見切ったぞ、見切った。もういや、見切ってない、全然見切ってない。解放か。全身
で、さっきの無敵ダッシュはいける。うん、何？You're dead. 死んだ? This is the afterlife for bears. Dead? One tarnation. You're still the same old gullible. Cut to the chase, demon. Just tell me, what am I doing here? You're here because you killed that bloody crazed little girl. And I'm deciding whether or not to destroy you. Answer me this one question.Do you know who I am? ヘリー、名前までしてるね。A bright-eyed freak who wants to kill me. I see. 覚えてないのね。You don't remember. じゃないかな。なんか遊ばれたおもちゃが復讐してたんじゃないかな。My head. 頭か。Don't you dare leave! I'm not done with you yet.妖精が助けてくれたみたいだね。All right, already, glowworm. ピカピカ虫。I'm awake. 起きてるよ。You're back. You completely lost consciousness. What happened? How on earth should I know? One moment I was here, and the next. 瞬間どっかなんか。Something. そう、殺されそうになったね。Something tried to kill me. あれがドリームデーモンかな。すでに悪夢の中にいるのに、わざわざ気づいてまた悪夢を見なんて、あんたくらいよ。オッケー。まあ、一応、赤ずきんボス倒したね。てなわけで、まあ、本日、ここまでにしとこっか。よいしょ。あいて。一応ね、本日はね、ここまでにしとこうと思います。まあ、一応ね、赤ずきんだと思うんだよね。もう、まあ、あの、狂った少女を殺したからって言ってたけど、また続くのかな。次はあの目のなんかお化けみたいなやつが相手なのかな。まあ、一応アリシアの夢の中だから、まあ、アリシアが怖いと思ってるものがもしかするとドリームデーモンって可能性もあるよね。まあ、気になりますけどね。でダッシュも手に入れたし、空中で使える？あ、使える。いいね。しかも無敵ダッシュがあるからね、多分これで敵を回避しつつ戦うって感じじゃないかなと思います。よしよし。てなわけでね、本日もね、お付き合いいただきありがとうございました。もしよろしければ次回もまたね、ぜひぜひ見に来てください。お疲れ様でした。